はいどうも、テビちゃん楽天市場店店長のケータです。今回も白子テニスフェスティバル1位リーグ、こちらはその2戦目になります。前回千葉県選手権優勝ペアに負けてしまったんですが、そのペアに勝ってる優勝候補のペアになるので、なんとか負けないように頑張っていきたいなと思っております。それでは早速試合の方どうぞ。お相手サーブから始まります。ボディへのフリーポイント、先輩にしては珍しくちょっとリターンの方が抜けちゃいました。15ラブ。いいですね、深いリターンから丁寧にラリーを作ることができてます。15オール。2アップを作ったこのタイミング、低い位置でのファーストボレーを狙ってくると思ったので、あえてのこのポチ、しっかりと決まりました。15-30。難しい体勢ではあったんですが、お相手の前衛の位置を確認してダウンズラインに引っ張ることができました。さあいきなりブレイクポイント、15-40。ポーチに出られたタイミングから2アップを作ることはできたんですが、このアングル素晴らしいコースです。30-40。ここはダブルホールト、ラッキーも相まってなんとかファーストゲームブレイクすることができました。ゲームカウント1-0。このサブ若干イレギュラーですね、これは申し訳なかったです。15-love。ワイドへのフリーポイント、ただしっかり叩かれているので打つタイミングはしっかりと考えていきたいです。30-love。今のようにしっかりと待たれてしまうと簡単にコースを突かれてしまいます。30-15。ケータのボールちょっと甘かったんですが、先輩ナイスカバーですね、ポイントにつなげることができました。40-15。このリターンを足元へ、先ほどのワイドでコースを狙うボールと足元をしっかりと打ち分けてきます。40-30。ワイドへのフラットサーブ、サーブでも緩急をつけることができてます。ゲームカウント2-0。さあ先輩の強烈なこのリターン、このダウンザラインが本当に強烈なので、チャンスがあればどんどん狙っていってほしいですね。ラブ15。ワイドへのフリーポイント、お相手前に詰めてくるのが早いのでリターンにもプレッシャーがかかります。15-0。先輩のリターン足元へ行っているんですが、その後の対応素晴らしいですね、一本だとなかなかアドバンテージが奪えないです。30-15。いいですね、セカンドになったらこのぐらいしっかりと叩いてプレッシャーをかけていきたいです。30-40。お相手前後の使い方がうまいですね、その後のドライブボレーも見事です。40-30。ここはお相手の前衛の動きしっかりと見てましたね、逆をつくことができました。さあ40-40で一本勝負。最後はセンターへのこのリターン、ちょうど2人の中間に落とすことができました。さあ2度目のブレイクに成功、ゲームカウント3-0。
全体のフリーポイント大サーブですね。ユティノブ、このポーチちょっと決めきれなかったですね。しっかりと1本で決めきらないとこのレベルでは失点につながります。15オール、ごめんごめんフォアサイド連続でのフリーポイント、ファーストの確率も非常にいいです。30-15、ポイントリードを生かして強気のこのサーブいいですね。40-15、これはちょっと出るの早かったですね。ただこれぐらい強気に動いて相手にどんどんプレッシャーをかけていきたいです。40-30、このセカンド叩かれてはしまったんですが、わずかにロング、ここは正直助かりました。さあゲームカウント4-0、いいですね。安定感のあるリターンからこのツアップ、お相手にもプレッシャーがかかります。ダブル15、このボレーがわずかにロング、ただケータもストロークで展開できているのでこれと前の動きを組み合わせていきたいです。15オール、これは入ってますね。しっかりとスピンがかかってたのでライン際でしっかりと落ちてくれました。15-30、サーブがかなり良くてもうダウンザランしか打てなかったのでここは強気に叩いていきました。さあ3度目のブレイクのチャンス。15-40、ここはちょっと意地ですね。お相手の勢の動きも見えちゃったので難しいことを考えちゃいました。30-40、いいですね。セカンドを強気に叩いてそのままファストボレー、最後のフィニッシュまでこちらがやりたい形を作ることができました。さあゲームカウント5-0、ここはダブルフォルト、1本目のダブはもったいないのでこれは切り替えていきたいですね。ダブル15、足元へのローボレー、それとネットに叩かれたこのボールもなんとか対応することができました。15オール、2ゲーム目でやられていたワイドのコース、それと足元をしっかりと警戒していきます。30-15、最後のボレーのエラーちょっともったいないですね。かなり早い展開だったのでここは素直に合わせていってもよかったです。30-40、先輩ここはナイスポーチだったんですがここはアジャストできず、これはナイストライですね。さあお相手のブレイクポイント、30-40、さあ最後もダブルフォルト、このゲームファーストの確率がちょっと悪かったのでもったいないゲームになっちゃいました。ゲームカウント5-1、素晴らしいですね。ちょっとでも浮くとこのようにしっかりと角度をつけてきます。15ラブ、こちらもセンターからのリターンダッシュ、このボールが返ってきてもその後しっかりとボレーにつける準備ができています。15オール、
先輩のこのダンダライン、分かっていてもなかなか返すのは難しいです。1530、さあうまいですね。こっちのリターンダッシュを読んでファーストボレー、しっかりと角度をつけてきます。サーティオール、さあ本当に強力ですね。素晴らしいアタックです。さあ3040でケータペアのマッチポイント、最後はケータもダウンザラインへ。ゲームカウント6-1でなんとか勝つことができました。はい、お相手ペアありがとうございました。お相手が本当に強力なペアっていうのは試合前から分かってたので、2人で気持ちの準備をしっかりとして最高の状態で試合に臨むことができました。はい、ということでこれでリーグ1勝もぎ取ることができたんですが、まだ試合の方続いてきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してお待ちいただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。